信子の前に立ちはだかる高い山、良子も前に広がる深い海。二人はこの苦難を乗り越えなければ、渡っていかなければ、前に進んでいけない。ちむどんどん。信子の今度の試練、修行になるのでしょう。これはいつもやる気いっぱいの彼女にとって、とても大変なことになるかもしれませんね。おでんを作る、料理を覚える、仕事を覚えるは、自分が頑張れば何とかできたのでしょうけど、今度は他人を動かす。しかも先輩ばかり。自分が頑張っても、訴えても、お願いしても、動かない人は動かない。それをどうするのか。信子の大変な試練は始まったばかりです。第53話のお話は、料理長の二つ橋が入院して、シェフ代行に任命された信子。悩む彼女に、兄の賢秀は助言をする。舐められないように、と。そんな彼女は、厨房のスタッフたち先輩に強気な態度で挑むが、矢作たちはさらに反発して、レストランの仕事がますます回らない。どうすればいいのかわからなくなった信子はさらに悩んでいく。その頃沖縄では良子が夫博夫を説得し、教職に復職を目指すが、他にも様々な障害が立ちはだかっていく。第53話はこのようなお話になるようです。信子は賢秀からアドバイスをもらう。今はわらをもすがる思いだし、一応兄だし、ということで、賢秀からアドバイスを聞き、そのまま実行してみたところ、さらに深みにはまっていくようです。舐められないようには、一つの方法ではあるかもしれませんが、後からの反発も大きくなることもあり、必ずしもいい方法ではないかもしれません。信子はいろいろな人の話を聞いて、いい方法を探していくしかなさそうですね。そして、良子の問題は、やはり疲労の実家でしょうか。こちらは疲労に頑張ってもらわなければ、先に進めそうにありません。第52話は、まさかやーって始まりました。料理長、二つ橋のシェフ代行として、オーナーは信子を指名しました。味付け、盛り付けの判断は任せると。料理長は厨房の司令塔です。本人はもちろん、他のスタッフもびっくりでしたね。確かに、料理の腕やセンスはあるものの、フォンターナの厨房とお客様のテーブルをすべて把握して、最高のおもてなしをするのがシェフ。彼女で大丈夫か心配になりました。でも頑張り屋の彼女なら全力で何とかしてくれるとオーナーも信じたのではないでしょうか。とはいえ先輩たちは面白くないようです。結局身内には勝てない。贔屓されてるからだと協力的ではなかったですね。険悪な雰囲気では厨房は回りませんでした。一生懸命シェフ代行を務める信子。心の中で応援しましたよね。どこの世界も人をまとめながら仕事を完成していくのは大変なことだと思います。特にフォンターナのスタッフは皆料理に対して自分なりのプライドを持っているのだと思います。皆、二つ橋さんから大切なことを学んできているからです。それが若い信子に指示されたことを素直に受け入れられないイライラした気持ちは当然あるでしょう。信子がいつもの明るさを引っ込めて気を使いながらみんなに指示している姿は
先行きが不安になりました。それでもここはアッラフォンターナ。お客様に最高の料理と時間と空間を味わっていただく場所です。その信念を守るには、料理人に雑念があってはいけないはずです。厨房の動線の流れはもちろん、スタッフ同士の心の相槌が大事なんだと思います。それが真のレストランだと思います。自分のシェフとしての資格がないとがっかりしていた信子。明日は大丈夫かなぁと椅子に座り、肩でため息ついていたように見えましたね。しかし、オーナーが帰ってきたとき、すっと立ち上がったのが印象的でした。彼女らしい、けなげな一瞬を感じました。今日のありさまを謝り、自分ではシェフ代行はできないと告げた彼女に、最初から完璧にできる人はいない。早く帰って寝なさい、と。確かにそうですね。何事も努力と継続です。単に弱いを重ねてきたのではない、ふさこさんの生き方を、また垣間見た一言でした。やってみなけりゃわからないこともあるし、やって不可能だったら別のやり方をやってみようと前向きに考えられるといいですよね。信子は毎日成長していくのだと思います。心配なのは良子と疲労です。小学校の先生に復職したいと、優子さんと歌子がいる実家に帰ってきました。そこへ追いかけてきた夫とのやりとり。なんとなく彼女の気持ちがわかります。妻や母としてだけでは自分を失ってしまうのではないか。人として成長していきたい。疲労は優しい夫です。妻のことをわかってくれようとしています。でも彼女の涙は一緒に暮らしていても気づかなかったようですね。いつの時代も同じですよね。子供と楽しく公園で遊んでも、心の中では社会からの疎外感を感じたりすることもあるでしょう。今みたいにインターネットが充実した世の中であっても、自分がちっぽけな存在だと感じることは、ママたちには多々あるのかもしれませんね。自分の生き方が器用じゃない気がして。離婚届で覚悟を見せた涼子は、ものすごく苦しかったのでしょう。疲労が実家のしきたりを大切に思う姿勢も間違いではないと思います。ただ、何より夫婦の形を壊さないように頑張ってほしいです。人としてお互いを知るには、やはり会話だと思います。かつて結婚前にハンバーガー屋さんで教育について熱く語り合った二人。お互いの意見を交わし、惹かれ合ったあの頃が、きっと涼子の頭の中にあるのだと思います。その頃の彼のままで私を見てほしいと。そして人として対等でありたい。深読みかもしれませんが、そんな涼子の心の中を想像しました。社会に認められたいというのは、まずは夫に認められたいんじゃないかなとも。そして優子さんが余計なことを言わず、娘の肩をそっと抱く姿が愛おしさを醸し出していました。母としての女性の懐の深さを毎回教えられます。もう一つ大変なことがありましたよね。フォンターナでの和彦と編集局長の喧嘩はびっくりして見ていられないほどでした。和彦の新聞記者としての真意ある眼差しは以前から分かっていましたが、まさかの大きな揉め事でした。美味しいご飯を作るのはお母さんの仕事という新聞広告に、
女性だけが家庭の台所に立つということに理解しがたい和彦。書いてみろという田良島デスクは相変わらず素敵な上司です。これはいろんな意味で問題的なシーンでしたよね。確かに悩みどころです。ちょうどこの頃、時代の移り変わりだったのでしょうか。社会における家庭の過渡期だと思います。サザエさん世代からしたら何の違和感もなく、その広告は褒め言葉に受け取れますが、今の日本はどうでしょう。家庭という姿が大家族から核家族、そしてシェア家族と、共働き、在宅ワーク、いろんな関係があります。今回の若者たちの共通のテーマは、疲労の実家のしきたり、和彦が家庭料理は母の仕事への意義、そして女性シェフ、信子の葛藤。女性のあり方を考えるお話だったと思います。突然登場した賢秀の、お、労働者諸君、お通夜みたいな顔して、のテンションには、朝から声を出して笑ってしまいました。次回は明るくなりそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。